bus. 不審なアンケートには答えない。かっこいい。それ、アンケート答えてくれたらタダでプレゼントするわよ。本当に？答える答える。それじゃあ住所と電話番号書いてください。書いたよ。ありがとうございます。はいどうぞ。はい君もね。はーい。さよなら。うまくいったわ。あ、電話だわ。あら、私の家も見たいね。いけー、負けないぞ。やあ、お二人さ。あ、さっきの。ついてきな。子供たちがいなくなっちゃったの。助けてください。安心してください。ラブール警部にお任せを。子供たちを最後に見た時何をしていましたか？ラジコン飛行機を飛ばしてたわ。あれはラジコン飛行機だわ。リモコン？何の音だ？同じラジコン飛行機が2つも、そう、アンケートに答えたらくれたのよ。アンケート？何を書いたんですか？住所に、家族構成に、電話番号とか。個人情報だ。悪い人がアンケートを装い、騙し取った個人情報が犯罪に使われることもあるんです。他にアンケートに答えた人は？コアラさん親子です。まずい、コアラ君が危険です。急いで家に向かいましょう。お、電話だ。コアラ君、さっきおもちゃをくれたお姉さん。そうよ、まだプレゼントがあったの。またくれるの？ついてきたらわかるわ。待て、アンさん、またあなたですか？警察だ、急ぐわよ。ああ、私の子供が、どうしよう。追いましょう。ロボアーム。誰もこのアン様のことを止めることはできないわ。行くわよ。フライドックスーツ。えい、さあ、あっ、追いましょう。はい。あ、ベルマン君、体の重心を意識して。ようやくできた。ついに任務完了よ。止まりなさい。まったくしつこいわね。くれ。さん、私に考えがあります。彼女の注意を引いてください。了解。ヘッドヘッド、ララララ、うん、
ランラ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 ンラうん、任務失敗ね、うん、怖かったよ。もう軽々しくアンケートには答えないよ。ダブル警部のワンポイントアドバイス。みんなアンケートに答えたらプレゼントをあげると言って、多くの犯罪者が私たちの個人情報を集めて詐欺や犯罪に悪用しているんだ。だからアンケートに答えるときは常に警戒して、不審なアンケートじゃないか気をつけるんだよ。みんな覚えたかな。ワン、お願い、いいねをしてね。ディープフェイク詐欺に気をつけよう。やっほー。はーい、サイくん。ウサギちゃん、公園で遊ぼうよ。うん、すぐ行くね。ママ、サイくんと公園で遊んでくるね。いってらっしゃい。来たよ。え？あれ？サイくん、どこにいるの？ここだよ。え、こんにちは、うさぎちゃん。サイくんじゃない？私はサイくんよ。あなたは誰？私は誰にでもなれるの。そう、あなたにもね。ブー、あ、悪い人。ついてきな。サイくん？こんにちは、ウサギちゃんいますか？あなたから電話があって公園に遊びに行ったのよ。え、僕電話してないよ。なんでして？警部、誰かが電話でサイくんになりすましてウサギちゃんを公園に誘い出したんです。ウサギちゃん、悪者に騙されたんだよ。ディープフェイク技術を使ったのかもしれません。ウサギちゃんが危険です、急ぎましょう。それ、手分けしましょう。了解。すみません、ウサギちゃんを見ませんでしたか？ありがとう。まずい、もう警察が。帰りたいよ。静かにしな。ウサギちゃん、ウサギちゃん、どこなの？見えない、見えない。あれは、待ちなさい。それだ。ウサギちゃん、ダブル警部。ママ失敗したのよ。あと一歩だったのに。待て。誰もこのアン様のことを捕めることはできないわ。発煙弾よ。どこに行った？あそこです、追いましょう。やった。君は出口を見張って、バビーさんはあの装置を。了解、私の新発明の出番ね。スーパーフライ
配置完了。よし、犯人が映るのを待ちましょう。まずい、監視カメラだ。隠れなきゃ。違う、こっちは偽物です。ディープフェイクで成りすましているんです。早く行きましょう。待ちなさい。どこにいた。任せて。逃げられないぞ。警察署まで一緒に来てもらうぞ。ミッション失敗。まさか警察がこんなにやるとはね。次のミッションはあなたよ。ラブールケーブのワンポイントアドバイス。みんな、ビデオ通話中に悪者がディープフェイク技術を使って友達や家族の顔になりすまし騙そうとする事件があったんだ。何か変だと感じたら折り返し電話をかけ直すといいよ。たとえ声や顔が一緒でも警戒心を持つことは大事なんだ。ワン！アリに気をつけよう。ショベルカー出動。へへへ。え？どうして動くの？ママ動いてる。どうなってるの？おっと。僕のパン。こんにちは、こちらラブール警部です。ラブール警部、早く来て。弟がパンに噛まれたんだ。なんだって、パンに噛まれた。すぐに向かいます。おもちゃやお菓子が勝手に動き始めて、弟がパンに噛まれたんだ。ひよこくん、どこが痛いんだい？結果、痛いよ。噛まれた後、パンが走って人かも。お、逃げるな。それ、やった。お、普通のパンじゃないか。お、アリです。え、お、どうやらひよこくんはアリに噛まれたようです。それにそのアリには毒があります。急いで病院に連れて行かないと。うわー、僕を噛まないで。あ、お兄ちゃん。やっと落ちた。お、アリの巣だ。お、こっちもです。あ、たくさんのアリが。
まずい、逃げますよ。追いかけてきます。来ないで。早く上へ。ここまでおいで。うわ、ありがとう。持ってきました。早く。早く走よう。これでどうだ。うわ、そんな、そんなのあり。ゴー、アリが来ました。逃げろ。ダブルケーブル、どうします。ファミリーさんに支援要請します。あ、これは、あ、くさい。はい、バビーさん、アリに追われています。支援をお願いします。アリ、あ、そうだ、すぐ行きます。うわどう、これならいける。背が縮んだ。まずい、囲まれた。お尻は噛まないで。いれば何でも解決。悪臭攻撃。僕の靴下。臭い。助かった。パピーさん、急いで病院へ。ひよこくんに治療を受けさせます。了解。ラブール警部のワンポイントアドバイス。みんな、アリに触れたり巣に近づいたりしないようにね。アリの中には毒を持つアリもいるんだ。もし噛まれると最悪の場合命に関わることもあるんだよ。みんな覚えておいてね。ワン、知らない人に気をつけて。パパ、トイレ。あそこだ。パパが戻ってくるまでここで待ってるんだよ。うん、わかった。お嬢ちゃん、キャンディいるかい。うわー、でも美味しいよ。うん。うわー、美味しい。私のお店にはもっと美味しいキャンディもあるわよ。行きましょう。でもパパたちを待ってるの。大丈夫、お店はすぐそこだから。本当？じゃあ二人の分も買ってあげよう。お姉ちゃんは。私の娘が。ワン、こんにちは、こちらラブール警部です。ラブール警部、娘がいなくなったんです。助けてください。落ち着いてください、すぐに行きます。息子とトイレに行ってたら娘がいなくなってしまったんです。手分けして探しましょう。了解。キャンディーの包み紙。ロバちゃんの足跡だ。あっちに向かったようです。どうやら誰かがキャンディーを使って誘拐した可能性が高いですね。行ってみましょう。はい。
にはもっと美味しいキャンディがあるよ。本当？やったえ、ここどこ？暗くて怖いよ。当然よ、もう逃げられないわよ悪者だ。それいらっしゃいませ。警察、静かに。あ、キャンディーがいっぱい。ようこそ。何をお求めですか？リンゴ味にミルク味、チョコレートにロリポップ、グミから舌の色が変わるキャンディーまで。すみません、違うんです。この子を探してるんです。あ、来てないわよ。来てない？そうそう、あれはロバちゃんのリボン。嘘をついています。探しましょう。まずい、何か気づかれたのかも。お？当店一番人気の綿あめですよ。とっても美味しいです。あの綿あめの裏に何かあるようです。任せてください。わあ、綿あめだ。おいしそう。この声は？何もないわよ。これか。あ、隠し扉だ。あ、ダブルケーブル。ロバちゃん、見つかった。待て待て、誰もこのアン様のことを捕まえることはできないわ。またお前か、アン。そうだ、これでも食らえ。おお、あった、それ、あっ、やった。私を捕まえようなんて100年早いのよ。二人ともこれを利用しましょう。了解。このあれだ。それ、まずい。みんな、世の中には悪い人もいるから、知らない人の言うことを簡単に信じたり、もらった食べ物を食べたり、ついて行ったりしてはいけないよ。みんな、覚えたかな？ワン！マントヒーロー！森を守り、正義を守る、マントヒーロー誕生！うわー、すごい。ここでお知らせです。盗難事件が多発しているので、戸締まりの確認をお忘れなく。この穴掘り泥棒を見かけた方はすぐにご連絡ください。怖いよ。大丈夫、悪者は僕がやっつけるさ。マント攻撃いくよ。どうやら誰もいないようだな。あ、穴掘り泥棒だ。マント攻撃を食らえ。どりゃー。
僕に恐れをなしたんだ。逃がすか。お兄ちゃん、ダメだって。ワン、うん、こんにちは、こちらラブールケーブです。ラブールケーブ、穴掘り泥棒がうちに来たんです。なんですって。すぐに向かいます。ダブール警部、お兄ちゃんが犯人を追いかけていっちゃった。なんだって、危険すぎます。急いで追いましょう。あっ、たあっ、急ぎましょう。許してくれ、俺の宝は全部やる、全部だ。アクはこのマントヒーローが倒したぞ。なんだよ、ただのガキじゃないか。僕はマントヒーローだぞ。食らえ、マント攻撃。いやもう一度だ、とりゃあ、よくもからかってくれたな。ラブルケブ、もう大丈夫、安心して。待て、待ちなさい。待て、だこら、待つんだ。あったったった、行き止まりか。あ、もう逃げ場はないぞ。あ、もうダメだ。ん、そうだ、よっ、なに、ほれ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 。うわっ、うん、なんだい。あちゃああ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 あ逃げるな。まだ逃げる気か。見てろ。まったく卑怯だぞ。いい方法があります。いきますよ、それ。この俺様がそう簡単に捕まるもんか。お、なんだこの匂いは。フォークから逃げられるとでも思ったか。ラブール警部のワンポイントアドバイス。みんな、悪い人に会ったとしても慌てないようにね。決してヒーローになったつもりで悪い人とやり合おうとしてはいけないよ。落ち着いて、見つからないように隠れるか、警察かパパやママに助けを求めるように。覚えてね。ワン、回転ドアに気をつけて。最近ショッピングモールで盗難事件が多発しているそうです。必ず犯人を捕まえましょう。はい。お、おあ、
回転ドアを通るときは体が挟まれないよう気をつけてください。ヤクくん、ちょっと目を離しただけなのにこんなところまで来てたのか。ヤクさん、子供を回転ドアの近くで遊ばせてはいけませんよ。分かったよ、今度から気をつける。ほら、ミニカーだよ。ありがとう。それじゃ、怪我がなくてよかったよ。お詫びにパパが別の風船を買ってあげるね。やったあれ、財布は、なんだって、財布がない。僕は財布がないわ。おばちゃん、風船買って。でも財布がないのよ。どうしたんです？ラブル警部、私の財布が盗まれたの。俺のも、俺のもだ。何？また泥棒が現れたのか。怪しい人がいないか調べてみましょう。了解。怪しい動き、犯人か。まあ、パパがおもちゃ買ってきたぞ。だおもちゃ。警部、怪しい人はいませんでした。泥棒はもう帰ったんじゃありませんか。いえ、イタチさんの様子が変です。いただき。私の財布が。行きましょう。今財布を盗みましたね。まずい、警察だ。俺の財布もない。お前が盗んだんだろ。いや、私じゃない。これは私の財布ですよ。ラクダさんの財布で間違いないですね。待ちなさい。ラブル警部、何か用ですか。靴ひもがほどけていますよ。俺の財布ですよ。まずい、バレた。やはりあなたでしたか。逃げろ。止まれ。それ行かせ。捕まるもんか。どうしてまた中に。もう逃がさないぞ。やだ、アパレルショップに入りました。そこです。失礼。よっと、変ですね。どこへ行ったんでしょう。試着室かもしれません。いませんね。何か悪いことでもした？すみません、人違いでした。最後の一つだ。逃がさないぞ。何なのよ。失礼ね。ごめんなさい。どこに行ったんだ。まずい、イタチさんの服です。それじゃあさっきの女性は。イタチの変装です。追いましょう。見つけたぞ。見つかった。早く待ちなさい。回転ドアを押すのは危険です。捕まるもんか。尻尾が
かったよ。おとなしく警察署まで来てもらいますよ。ラブールケーブルのワンポイントアドバイス。みんな、回転ドアを通るときは必ず大人と一緒に通ろうね。それと回転ドアに挟まれて怪我をしてしまう可能性があるから、回転ドアで遊んだり騒いだりしてはいけないよ。危険な時はすぐに非常ボタンを押して運転を停止させてね。みんな覚えたかな？ワン！エレベーターパニック。止まりなさい。エレベーターじゃん、ラッキー。まったく、いたずらっ子め。ちょっと待って。どけ、屋上だ。逃がすか。早く階段です。追いますよ。なんで開いた？オオカミさんです。早くしまれ。消えろ。こら、邪魔するんじゃない。まったく面白かったでしょ。何してる、話せ。やめろ。まずい。早く待ちなさい。早く。まったく、もう押すんじゃない。おい、こら、やめろ。やっとそれ。早く。早く。もう押させるもんか。お、やっと着いた。今日は薬味だぜ、お前のせいでな。ビルビルブー、バイバイ。早く逃げないと。あれだ。じゃーった。怖かった。あと少しです。観念しろ。まずい、こっちだ。それ。くらえ。またお前か。今度はもう許さないぞ。ここは危険だ。早く出ないと。早く。よし。よし、開いた。やった。何なんだ。あそこです。
俺のお宝。そこまでだ。痛い。逃げられるとでも思ったか。大変です。中に人が、急がないと。助けて。大丈夫かい？助けに来たよ。もうエレベーターで遊ばない。ラブール警部のワンポイントアドバイス。みんな、エレベーターに乗るときはマナーを守ろうね。小さいお子さんは親御さんと一緒にエレベーターに乗るようにね。ボタンを適当に押したり、エレベーターの中で遊んだりするとエレベーターが故障して怪我をしてしまうかもしれないんだ。みんな覚えてね。ワン。金のハサミを盗んだのは誰？金のハサミが作り出す君の美しさ。どうぞ。ここも。完璧。うわうわかっこいい。イエーイ。おお、エクセレント。わあ、パパってすごい。さすが金のハサミですね。じゃあ、ありがとうございました。次の方。わあ、ホンさん、この髪型にしてください。お任せを。さあ、どうぞ。金のハサミが作り出す君の美しさ。わあ。ん？ん？ハサミは？怠け者さん？怠け者さん？まったく、またどこに行ったのか。ん？あ？うわ！私の金のハサミは！ハサミは！ハサミは！ホースさん、どうしたんですか？ラブール警部、私の大切な金のハサミが盗まれたんです。なんだって？盗まれたって？そうです、助けてください。金のハサミがないとお店が潰れてしまう。安心してください、ラブール警部にお任せを。怠け者さんは金のハサミと一緒に消えたんですか？そうです。金のハサミの管理は怠け者さんが。まさか彼が盗んだんじゃ。ここでカットしてもらうために1ヶ月も待ったんですよ。今すぐ怠け者さんを探してきます。怠け者さんはのんびり屋なので、先ほどからずっとトイレにいたはずです。彼は犯人ではありませんね。じゃあ金のハサミが勝手に消えたって言うんですか？どんな犯罪でも何か痕跡が残るはずです。きっとまだ見つかっていない手がかりが。あ、これは子供の手の跡。これは娘の馬ちゃんの服です。娘はどこだ？さっきまでここにいたのに。大変だ、馬ちゃんが危ないかもしれません。急いで探しましょう。無事でいてくれ。
手がかりはここで消えています。手分けして探しましょう。はい。おお、おお、た、うん、おまちゃん、お、た、お、じゃあ僕の髪が、うまちゃん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 、お、これは、おお、おお、これは娘の髪です。おお、おお、いや、あ、ここを切っちゃってごめんね。おい、おお、だ、いや、お、おお、あ、うまちゃん大丈夫だったかい？パパ、うまちゃん、ハサミはとても危ないものなんだ。ほら、お人形さんも怪我しちゃったでしょ。今後は一人の時に使うのはやめようね。うん、わかった、もうしません。うん、ホースさん、今度からハサミはちゃんとしまってくださいね。はい、気をつけます。うん、はあ、ラブール警部のワンポイントアドバイス。みんな、ハサミやカッターなど鋭いものは怪我をしやすいのでとても危ないんだ。決して遊んではいけないよ。手芸などをするときには子供専用のハサミを使おうね。保護者の方もハサミやカッターなどの鋭いものは子供の手が届かない場所に置きましょうね。覚えておいてね。ワン！ボディーソープで遊ばない。うん、うっと、うっ、よし、それ。楽しい。まったく泥だらけじゃないか。うん、よっ、これくらいかな。お、ちゃんと泥を洗い流すんだぞ。ボディーソープだ。助けて。どうしたんだ。なんだこりゃ。ワン、こんにちは。こちらラブール警部です。ラブール警部、ゾウパパです。家が泡で、助け！急いで向かいましょう。うわ、泡だらけだ。助けに行きましょう。ドアはどこだ？あ、ドアノブだわ。よし、それ、ねね、なんで動くのかしら。それ、捕まえた。あ、いてててててて、鼻が。ごめんなさい。ドアはこっちです。入りますよ。あ、泡が。任せて。それ。さあさあ、吹き飛びなさい。へへん。ゾウパパ、どこですか？あ、危なかった。ハクション。わわわわわわわ、ほら、あ、うぅぅぅ、ゾウパパ、泡が目に痛い。
まずい、早く目を洗い流さなくてはいけません。はい。何の音だ。あ、子供たちが上に、助けてください。どこにいるんだ。お兄ちゃん、上です。泡のせいで滑りやすいですね。パピーさん、滑り止めの道具はありますか。調べてみます。滑り止め、これだわ。じゃじゃーん。トイレのすっぽん。意外といいな。気をつけて、危ない。よかった。あ、ボディーソープを全部使ったからこんなに泡が出たのね。二人ともボディーソープで遊んではダメだよ。もうしないよ。ダブルケーブのワンポイントアドバイス。みんな、ボディーソープやハンドソープ、シャンプーなどで遊んではいけないよ。地面に落ちた液体を踏んでしまうと滑って怪我をする可能性もあるし、もし誤って目に入ってしまうと目が痛くなったりする場合もあるんだ。みんな覚えたかな。ワン